週刊ボートボーイ。はい、黒澤でございます。はい、畠山でございます。はい、週刊ボートボーイ、本来は水曜日のね、配信なんでございますが、SG が始まりましたので。始まったね、ついにね。はい、我々も福岡に入りまして、今日は、全県日の情報ということで今週3回やりますので、ね、今日と、金曜日、あと土曜日の4日目、5日目だね。そうですね、ありますので、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。 SG ボートレースクラシック開幕でございます。開幕です。はい、というわけで今日我々福岡に入りまして、今日ピット入るときにね、こうやって、撮っていただきました。なんか封筒あるね。封筒あるね。はい、なんだろうね、あれ。ねえ、なんか太ってんな。まあいいや。何 再認識するわけだ。こういう画面で。はい、というわけで今日ね、クラシックの全県日ということで、出場選手も続々と福岡やるということで、なんと一番乗りが意外や村田修司名人ですね。名人。うん、はい。ぶつ島選手。宇津島選手はあの後僕のとこ来てね、ボードボーイ復活おめでとうございますって言ってくれたんですよ。だからね、いいもん出してくんだな。いい軍ですね、あげたのね、ありがたい。はい、ね、で、あ、アロファミネ選手もね、来ましたということで、筋ですね、こういう面々見るとね。確かにね、はい、始まった ね、ついに。はい、というわけで今日はこの現地福岡からいろんな情報を、あの全県日のね、いろんな情報をお届けしたいと思いますので、我々マウスシールドもしておりますし、あとチャンネル登録、グッドボタンも一つ皆さんお願いします。よろしくお願いいたします。クラシックの前に、先週の、週刊ボートボーイで出した予想が当たったということで、これ優勝戦ですね、ちょっとこれまあ 1-2-4 なんで、まあ、一番安いところなのかな。そうそうそう、それでもね、ちゃんとプラスやし。ただこれ平尾選手の差し入りそうだったんだよね。うん、そうそうそう。ね、それを三島選手が振り切ってのね、1-2-4という形になったと。確かに。いう感じでございました。そう、これ平尾選手2コースだったの、これ。2コース。ね、まあ、そう。で、あと、三島圭一郎が出した、これが当たりました。これズバリ来たね。はい。もうただ安かったな。安かった、もうちょっとつくかと思ったんだけど、これもやっぱり三島圭ちゃんのあれがあったんじゃないかな。三島効果があったんですかね。効果がね、でも6点で1550円だからね、十分なあるということで、確かに、まあ、今週も当ててきますよ。そうそう、あと平井さんもね、あと平井さんがそう1-3-2、おそらく本人も勝ったと思うんだけど、1-3-2だけで4連勝、前の日から。そうそう、前の日からね。もうすごいよね、これ奇跡的だよね。だから配信の日に、ちょうど我々が裏でね、船券買ってる時に平井さんが 1-3-2 で3連勝して、 それがなんと若松の優勝戦まで、そう 1-3-2 ね、的中。ちゃんと予想もね、バシッと最後にこうね、 1-3-2 をピッとつけたらそれが来たってわけね。はい、というわけで、いや、俺だけ全部あなただけです。真裏でした、頼むよ。でもあの時2着でさ、藤山がさ、本命がね、その後7連勝で、超優勝したっていう。おめでとうございます。早いのか遅いのか分かんないけどさ、すごい足だった。とにかくすごい足、前勤と展示タイムすごかったからね。すごかったね、今日もね。というわけで、シュート頼みますよ、SG 開幕戦なんだから。頑張る、お願いしますね。もうすごい穴を用意してるから。はい、というわけで、じゃあ、こちら行きましょう。はい、はい、というわけで、クラシック展望初日ということで、はい、今日全県日で、まずね、モーター抽選が行われましたので、その、三島君がね、挙げたモーター10機が誰に行き渡ったかというところで、こんな感じになりました。ですよね、信頼度抜群のこの10機、そうで、まずだから1番手に挙げた28号機は大峰豊選手、はい、で2番手30号機吉村正明選手と、なんと山口支部の、しかも白井英二、寺翔じゃない、このね、ちょっと配当的にも面白そうな2人に行き渡ったというところですね。あと石野選手が、あと、石野選手はあれよね、ちょっと最近ちょっともう一つなところがあったんで、ここでリズムアップしたいところかなという感じですかね。確かに、あとは、ちょっとあの、はてな、数字はいいんですけど、ちょっと事故があったり、最近ちょっと足落ちしてるかなっていうのが村田名人と中谷選手。そうだよね、本来ならエースの2期でもおかしくないぐらいの2期だからね。だからとりあえず、まあ、前傾などのあれもね、ということは見極めつつということで、あとね、右側にちょっと穴っぽいところが、西山貴弘が当てましたね。当てたね。まあまあいいやつもね。という感じになっておりますが、さあ、周長、どう、今日前傾で、この10期どう見ました？まあ、良かったり、悪くはないとは思ったんだけど、この中で
この中ではね、一番いいのは前本と大峰のこの2人で。前本選手59号機。そう、もう良かったね。やっぱり出足系統が良かったんで、だから俺のタイプではないのだが、しかしすごく出足、要するにね、全部フライングだったんやけど、3本とも、スタート練習ね、そうそう、スタート練習ね、特に起こしからね、出てく感じが、だからフライングになるんじゃないのっていうぐらいの、もういい出方をしてて、もう本人向き、で、1本ダッシュから行ったんだけど、そこもね、スリットからちょっと出てった感じだったんで、全体的に強いんじゃないかなっていうんで、S ランクにしました。で、もう一つ、集中は A プラスじゃなくて S。S にした。そうで、もう一つの S が28号機の大峰。あ、今のは前本選手ね。今の、まあそう、今の前本。59が A じゃなくて S。そう。そう、うん、いいってことだった。で、そう、大峰選手の A プラスも S。うん、S。おー。この2機でございます。そう。なかなかあれですね、これは。うん、そう、大峰もね、あの出足系統が強めだったんだけど、より前本よりも直線向きで、スリットからさらに出ていくような雰囲気もあって、この2機がかなりよく見えたなっていうのがあってね。で、他では、この中では、ムラッシュ。やっぱり。これね、60号機ね、あの、足落ちはないと思う。ハテナじゃない。うん、ハテナじゃないと思う。要するにね、その、前々節か、あの、落水失格をしてて、30号機とね、接触しちゃってね。ただ落水といっても、一回、ひっくり返って元に戻ったから水には浸かったと思うから、うん、そうそうそう、それでね、もう三島のケイちゃんとしてはどうかなっていう、そうそう、でそっからぶっつけなんで今節が、うんうん、ね、だからどうなってるかなっていうのが、まあ、よかったってことね、承知なし、もういい、めっちゃいいです。だから一応3番手4番手の評価で、全然足落ちはないと思う、もしかしたら S じゃないかなとも思ってる。じゃあ、ハテナは取って、まあ、プラスなりなんなりつけてもいいという、もちろんそうだね、もうプラスは十分につくと思います。もう一個の72号機はね、なんだろう、半的に5人でやってて、はいはい、そうですね、2回外から行ってね、ちょっとスタート遅れ目だったんで、ちょっと測るのは難しかったね。だからちょっと当たらない、悪くはなかった、外からの雰囲気が、はいはいはい、なるほどね、あとこの中でちょっと気になるのは、やっぱ女子選手の平山選手の66、それは何かありますか、情報。いやー、悪くはないぐらいな程度で、ちょっと目立たなかったかなっていう感じなんだけどね、悪くなかったよ、はい、なるほどね、そうそう。でこの、10機以外で、10機以外、10機以外からは岡村圭と70、はい、これね、あの71号機はね、結構やっぱりケイちゃんの隠れもう10機っていう方にも入ってるんだけど、全体的に強めないい雰囲気でした、西山と、西山がやっぱり先輩たちに2回合わせてくれて、2回とも強めだった、西山よりと俺は思った。じゃあ、10機に西山選手は10機入ってたけど、それよりもむしろ岡村圭太選手の方が、若干強め、という感じでしたね。いいね、SG 初陣で、まあまあいい動きとなるとちょっと楽しみですね、そうそう。あとね、ドリーム2号艇の寺田翔51号機が、これもあのケイちゃんの隠れ10機の方に入ってるやつで、これがドリーム組では一番良かった、2番手が篠崎仁の、まあ、外からちょっと伸びていく感じの14号機が、若干よく見えたんだけど、寺田翔はやっぱりね、なんか目を引いちゃってそっちに目がいったんで、これは面白い。なんか寺田選手のモーターって、まあ、三島君の中に入ってなかったりしたけど、そもそもなんか素性悪くないんでしょ、あれなんかね。そう、地元の記者さんの間では A 評価っていう話だからね、そうそうそう、だからいいと思うんだよ ね。最近寺田翔はさ、ちょっと弱めのモーターが多かった、大きいレースでは、で、いろいろもうさ、初日からいろいろ変えたりとか、そういうことが結構多かったんだけど、今節は最初からそんなこともなく、しっかりできそうで、はいはい、そういう時の寺翔は怖いからね、まあまあね、しかもちゃんとストレートがしっかりしてる雰囲気だったんで、それを生かした攻めをしてくれるんじゃないかっていうんで、すごい楽しみ。なんか逆になんかこうちょっとこう、どうかな、今一つだなみたいな人いなかった？いやー、本当は吉村正明30号機あたりももうちょっと上にしたかったんだけど、あんまり目立たなかったかなっていう、今日のところはね、まあ、そんな感じかな。あと俺が一番こっそり期待してた、平尾が乗ってた38号機はいはいはい、いや、だから前回の前節、平尾選手を伸びてますよと、そうそうそう、ね、外れたんだけどね、前節で唯一スリット胴体からまくったモーターで期待してたんだけど、それを桐生順平が引いてね、で桐生順平ね、やっぱり何か考えがあって、3本のスタート練習全部スローから行ったのね、スローから行って、そうするとね、目立たない、これはね、悲しいぐらいに目立たなくて、もともとそこに期待してたわけじゃないし、桐生順平もその辺を調べたかったんじゃないかなと、伸びるのは分かってるから、
っていう感じでやってみたら、やっぱりちょっと首かしげるような内容だと思うんで、うん、おそらく叩き替えるだろうし、でしょうね、うん、で後のコメントでも、うん、叩き替えますみたいな雰囲気もなんかあったっぽいんで、これは残念ながら全く違うものになるんじゃないでしょうかという、だから前節首長が見た動きにはならないだろうな、うんうん、ならないであろうというんでね、はい、これはちょっと残念な、まあ、これあれだもんね、桐生選手が引いたって分かった瞬間にもう首長と二人で叩くなっていう、うん、話をしたからね、うん、そうなんで、はい、そう、あとね、うん、もう聞きたいのが峰竜太、うん、やっぱり今回主役の一人だと思うんですけど、うん、まあ、ドリーム1号艇峰竜太選手はどうでした？とにかく隣にいた寺翔が良かったんで、そっちにばっかり目が行ってて、うん、なんだろうな、いいかどうかもう分かんないぐらいの普通だったと思います。うん、ああ、うん、いやね、でも普通かな。うん、峰竜太は要するにそのドリームの記者会見に来て、うん、まあね、深刻ではないんだけど、うん、言ってることは、うん、ただ、うん、どうもやっぱ良くない。うん、で、なんかプロペラは悪くないんだけど、うん、モーター本体じゃないかな。っていうことを言ってました、うん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 、そして、うん、割りました今日、あら本体割った、いきなり割って、うん、ピストンリング交換、うん、でもちろんね、やったのね、うん、でもちろんこれは例えば明日乗って、うん、やっぱ良くなかったら元に戻す可能性があるんで、うんうんうん、これは皆さん直前情報で、うん、本当に交換したかどうか確認してほしいんですけど、少なくとも今日は変えてる、なるほど、だから峰竜太が多分前件から本体割るっていうのは相当珍しいことなんです、うん、なるほどね、それはちょっとね不安な材料ではあるね、普通はまず自分の形にペラ叩いていく人だから、うんうん、多分そういう意味ではペラはそこまでじゃない、悪くないんだけど、うん、本体にかなり気になるところがあったんじゃないかなと僕は見ましたね、なるほどね、そして寺田翔選手は、うん、ドリームの記者会見は、うん、見た通りコメントよし、よし、よし、よかった、だから多分ドリームの中では今日一番いい感じのコメントだったんじゃないかなと僕は思いました、あ、本当、今日見て、今日ドリーム聞いたんですよね、会見もね、よかった、はい、まあよかったっていうのはあれだけどね、うん、俺の見立てがまあそんな間違ってないっていうのはあれだけど、はいはいはい、そうですね、そうか、だからそれもあってきっと峰君は心配になったかもしれないね、うん、そう、多分だから隣が、手だれがいいから、うん、多分っていうのもあるんでしょうね、峰、うん、選手はね、そうだよね、うん、だからその辺がまあどうなるかなというのはちょっと、うん、ね、明日もちろん1日かけて調整すると思うんでね、うんうんうん、その辺がちょっと気にはなっております。なるほど。あともう一人、吉川選手の、吉川選手。原稿？うん。原稿、これが誰と合わせたんだったっけな、寺翔とまさに2回、本当ですか、はいはいはい、2回、内外で合わせて、うん、これね、寺翔、圧勝な雰囲気だったの、足合わせも。はいはいはい。そう。でもうそこでね、俺ね、もう寺翔はこれ間違いなく A 以上だなっていう風にもう決めるぐらいの感じだったんで、うんうんうん、そうで、これね、回り足がもう二重丸って、うん、で寺翔に面白いって書いてあるんだけど、うん、その分だからちょっと劣勢だったんじゃないかなという気がするんだけど ね、 ね、はいはい、うん、まあね、何せ吉川選手はね、うん、なんだっけ、福岡、うん、G1 3連続優勝だっけ、うんうんうん、ね、うん、相性抜群、ね、相性抜群で、ここではもちろんグランプリを制したところで、うん、で今日面白かったのがね、うん、今日その記者会見で、うん、要するにその、調整が、福岡では調整が合うんですか、まあそうでしょうね、もちろん、質問で合うんですか、うん、それとも、うん、やっぱその乗りやすいんですか、うん、水面が、水面ね、水面の相性なのか、質問があったら、うん、吉川選手はね、分からない、分からないということが相性がいいってことなんだろうと、要するに分かんないのに、うん、ああそうか、優勝できてしまうっていう結果が出る、理由はこじつけられないのにいつも成績がついてくるということで相性がいいんじゃないか、なるほど、ということは、うんうん、今日だから寺翔選手とそうね、だけど、うんうん、また合わせてくるかも、まあもちろんそうだよね、会ってしまうのかもしれない、そうだよね、もう時間あるからね、ドリームまではね、そして今回吉川選手が優勝したら、うん、史上初の同一 SG 3連覇、うん、そうか、そうがかかってるて、もちろんね、うん、吉川選手がそこでこうそのところでもういきなりこうカリカリしてこうなるような方ではないけれども、うん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 、ちょっと期待したいなということで、なるほど、ちょっと今日の気配がどうだったかなというのを聞きたかったところなんですよ ね、 ね、この季節に強いっていうのも本当に、ね、うん、あ、そういうことですね、だけどね、うん、とりあえず今日の段階ではテラスばっかり目立ったなという、ね、なるほどね、まあ、雰囲気ではありました、はい、そうですか、うん、なるほどね、だからまあね、今日は別に吉川選手もその後大きな動きは特にしてなかったんでね、うん、まあ、特に本当峰竜太が気になったな、だからそうだよね、まあ、最近さワースト級を引くことが多くて、うん、ね、それでもさ初日にはさ、やっぱりペラのあれなのか、うん、しっかり中堅上位までには持ってくるんだよ ね、はい、うん、ね、今節は果たして本体の問題もあるからね、
その辺は心配のね、あたりがね、どうなるかというところですね。なるほど。はい、まあ、あとまあピットで見ててちょっと、うん、あのあれですね、あと徳松選手もなんかちょっと今日は、ギアケースもそうですけど、なんか本体触ってたんで、明日なんかあるのかもわからないですね。あ、でも徳松選手入ってるんだけどね。でもあんまり目立たなかった雰囲気もちょっとあったけどね、まあ、ゾーンが狭そうだっていうんで、これ、うん、合わせるの苦労するかもしれないね。ああ、かもしれないね。あえばですからね、うん、だから、まあ、徳松選手の、まあ、調整次第っていうことでしょうかね。独特の調整なんで、それがどう出るかね、うん、そうですね、うん、はい、まあそんな感じで、うん、周知の京都が本当寺田翔かなり推しですね。推しですよ、はい、ドリームではね、はい、でちょっと全権タイム見ましょうか。はい、ということで、まず石野選手がトップ、ね、で石野選手はだから、上に入ってたんですよね。入ってた。そしてそ、だからね、あの46で、うん、大峰選手が3位で、これ周長が見られて、はい、うん、で、なんかね、展示タイムも来てるしね、寺翔も入った、村主も入ったし、確かにね、あと前本選手、うん、あ、本当だ、で桐生選手も入ってます、うん、あのこれはね、いろいろ変わるんで、うん、明日どうなるかあの要チェックはいはいはい、はい、だけどね、まあただね、福岡はほら、うん、展示タイムって測るところが違って、うんうん、そうだよ、手前からでしょ、ちょっと手前からになるんで、うんうん、まあ、その部分もありますからね。確かにね、雪だけじゃないんでね。そう、しかもね、はい、今日風がね、結構ね、はいはいはい、的にはね、結構待ってたと思うんで、うん、あのずっと追い風がね、3メートルになったり、5メートルぐらいになったり、うん、最後の方は無風になったりとかしてね、うん、ちょっと、あのいろいろばらけてるんで、あまりそう全面的にこれを信頼しちゃいけないんだけど、それにしてはでもね、やっぱり良さげな選手がちゃんと上にも来てたなっていう雰囲気は感じたけどね。うん、そうすると例えば半が早い方ね、村田選手は、うん、前の方でやるね、うん、2班か3班でしょ、うん、3班ぐらいか、うん、だから、ね、逆に言えば若い選手はその無風の頃に走ってるっていう可能性はね、うん、確かにありますよ ね、うん、ね、でちょっとこれ周長に問いただしたいんだけどさ、はいはい、その周長が押しに押してる森田俊介の7秒05っていう時は何なんですかこれは。これはね、いや、いつものことにしても今日は相当やね、大体ワーストなんだけど、でもさ、周長が、うん、あの森田俊介がともとタイム出ないから、うん、あのプラスはマイナス10か、マイナス10で考えろって言って、うん、マイナス10にしたって下昇が6秒95なんだけど、ちょうど一緒くらいになるね、うんうん、でもね、あの特訓というか練習を見た限りでは、うん、そこまでずる感じもなかったし、そうそう、だからね、こればっかりはね、うん、なんかよくわかんないんだ俺も、うん、で石野選手だったら30違うからね、うん、そうだよね、二停止にやられるってことだから、うん、そう、ちなみに下條雄太郎も、うん、そんな絶対あんなタイムの足じゃない、うん、なるほどね、と思う、うんうん、と思うし、ね、松尾弘もどうかな、ちょっとわかんなかったけどね、うんうんうん、松尾選手はだって、うん、あの三島君の上位に入ってるモーターだからね、そうそう、うん、まあ、そんなに気にしなくていいかなっていうぐらいの時計だと思いますけどね。ただまあ石野選手だ、うん、大峰選手だってところはまあいいタイムも出てるということで、あと周長の寺翔選手がやっぱ入ってるんで、はい、ちょっとまあ期待していただければというふうに思います。そうだね、はい、めちゃくちゃ期待するわ、うん、というわけで、うん、勝負しましょうか明日のね。そうだね、はい、こちらでございます。はい、はい、というわけで明日の勝負レース、うん、まあ、明日ドリーム戦もね、うん、予想したいと思います。はい、1号艇峰竜太、2号艇寺田翔、3号艇渕島誠、4号艇深谷智弘、うん、5号艇吉川元弘、うん、6号艇篠崎仁志、はい、もう周長が誰がどうなってるか大体皆さん分かりますよね。大体、はい、予想通り、うん、はい、ここです、はい、うん、で寺翔の2号差、差しが多いで、うんとね、うん、まあ後で出すんですけど、ああ、そうか、いやでもね、うん、ね、うん、2コースは過去1年間まくりで3勝、差しで5勝、あんまり変わってない、どっちもあるよね。いやだからね、もしね、峰竜がね、心配通りの、うん、ちょっと足のままあまり直しきれんやったら、ちょっとまくりもあるかも ね。一応ね、俺ね、差しも踏まえて、うん、で峰も結局ね、12レースまでにはそれなりの足に持ってくっていうのを、うん、今までの過去のね、うん、あれから見てもそういう風になってるんで、うん、一応2-1を本戦にはしたんだけど、うん、やっぱりこの穴のね、あの篠崎仁志がね、やっぱりあの外からでも結構伸びる雰囲気を感じたんで、あの3着ぐらいに持ってくるんじゃないか。なるほどね、うん、福岡のね、6コースは確かにね、遠いとしたものなんだけど、うん、まあ、地元やし、ね、走り方分かってるし、はいはいはい、ね、だからもう2、まあ、2-1-6は被りになるけど、うん、ね、あの1じゃなくて 2から他が2着に入っても6という可能性もあるんじゃないかなと思ってね、うん、とりあえずこれ寺翔にもう大いに期待したいなと。まくりまであるね、そしたらね。そうですね、うん、いや、だから今ほら、うん、峰選手が、うん、
注意しなきゃいけないのは、うん、あの浜名湖の前提フライングがあって、でしかも前回、どこだっけ、三国か、うん、三国の準優で1号艇でスタート遅れて、うん、あの結果的に藤山正弘選手にまくられちゃってるんですよね。あったよ ね、 あのね、決まり手は差しだったけど、うん、なん で今日やっぱあの記者会見で、うん、やっぱりねスタートはやっぱ早いのいけないっていうのは言ってました、うんうん、そうだよね。ちょっとあのいつもより設定が多分ちょっと遅めになってるんだと思います。で明日初戦でしょ。そうです ね、 明日ね初戦で、しかもだからその 足がおぼつかないとなったら、うん、さらに出足からのあれが難しいと思うね、お腰の感じが、うん、で多分ね、うん、そこでスタート多分無理はしないと思うんですよね、うん、それでもね、うんうんうん、あのよくないからちょっと早めに起こすみたいなことは多分ないんだろうと思うんで、うん、確かにまくられる可能性はあるなと思います。そうだね、そしたら 2-1 なんかじゃ済まないのかもね。済まないかもしれないね、うん、で僕は、うん、そう、何しろね峰選手はもちろん1コース1着率すごい高いんだけど、うん、何せ刺され率よりまくられ率の圧倒的に高いんですよ、はい、でそのさっきの三国の準優も、うん、決まり手は結局藤山選手をマークした選手が刺したんで、うんうん、まあ、あのまくりになってないんだけど、うん、まくられてるんだよ結局、うんうん、でスタートいけないのが怖くて、で寺田選手っていうのもあるんだけど、うん、一応新概念データで言えば、うん、まくり1着はやっぱりブス島選手のまくり3勝、まくり差し1勝、差し1勝という、このまあ、なんかね、まあ、深谷選手も気になるんですけど、確かにね、最近増えてるんだね、うん、まあ、福岡はまあ何せ3コース強いんでね、うん、というわけで、まあ、ブス島選手のまくりっていうのをちょっと僕は取りました、うん、なるほど。で、あとは、深谷選手もまあ結構、4コースだったら攻めたいタイプだとするならば、やっぱ展開向くのは吉川選手だろう、まあまあそうだよね、ということで、1号、なるほど。とりあえず基本的には、ある程度立て直して、まあ、勝つなり活躍はしてくれるんじゃないか、峰選手がね、なるほど、というふうに踏んだということです、うんうんうん、はい、というわけで僕はこういうふうにしました。全く違う目だね、全く違うね、欲も入ってないからね、入ってない、うん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 、さあそしてね、周長がもう一つ今日は予想しようということで、うん、そうなのよ今日だからさ、うん、ね、周長の出したそう S が同じレースに、そうなんですよ、で福岡2レースうん、にそのさっき S にした大峰選手が2号艇、うん、前本選手が6号艇で入ったと。そう、ね、ツー、うん、トップ揃ったらね、買いたいしね、うんうん、実はあのもうあの読んだ読者もいるかもしれないけど、うん、そのビッグレース、ビッグレース、はいはいはい、なんだっけ、現場レポート、はいはいはい、あのブログでも、うん、ね、前本が買うんだったら、うん、6号艇で前付けした時に買いたいって書いてたのよ、うん、そしたらその後にこの出走、ね、表を見たら、うんうん、まさに6号艇なんで、前付けするじゃん。もうしかももう朝一というか、もう2レースのあれだからね、もう皆さんもうこんな前本お客さんじゃないのって思ってる、ね、うん、方もいると思うんで、うん、ここはもうですね、前付けして何コースまであるか分かんない、とりあえず4コース想定したけど、うん、はいはいはい、で地元の西山がね、うん、抵抗しての、うん、と思ったけど、もしかしたらもっと盛り切って2コースあるかもしれないし、うん、ね、どこまで入るか分からないんだけど、うん、そう、深くなっても相当いけそうな雰囲気を感じたんで、はいはいはい、そして大峰がもしかしたら あれだけのいい行き足と伸びを持ってたら、スリットからまくる可能性もあるしね、その辺でごちゃっとした中から抜けてくる可能性も高いんじゃないかと思って、うん、6226っていうのを、うん、まあ、ここはね買ってみたい、うんうん、で西山もね、ケイちゃんのあれでも入ってたし、うん、悪い雰囲気でもなかったんで、うんうん、まあ、236あたりを絡める買い方もあるんじゃないかなと思うんだけども、はいはいはい、うん、わしとしてはもうそのまま6226でズカンと攻めてみたいというふうに思いましたわ、うん、思いましたわ、思いましたわ、うん、なんか、うん、そうするとさ、うん、馬場選手が怖くない、展開的に。おー、前も、まあ、このあれだったら前も選手は外になるわけでしょ、うんうん、どう、確かに、でもどう、その4コースまくりとかスローカーっていうのを今までほとんど見たことはないというか、前本選手、うん、まあ差しですわね、あの人は、まあ、そうだよね、はい、うん、普通に言ったらこの並びだったら西山の先に攻めての、 そうですね、うん、そこに連動しての差しっていうのが一番あり得るわけ、うんうん、です、そこからかなり出足も含めて引き波越えて出ていくという、そういうことね、うん、そういう雰囲気もあると思うんで、展開的にはどっちかっていうとこの並びだったら西山選手がまくって前本選手が差すっていう、そうだね、展開か、うんうん、そうだね、まあ、確かにそうか、その方が本線か、うん、そうだね、うん、そうなったら止まっちゃうかもなっていうね、馬場君がね、うん、っていうのもあるんだけど、分かんないけどね、まあね、この辺は、はいはいはい、うん、
なるほど、これは結構つくんじゃないですか、うん、おそらく来たらこれはそうですね、つくと思うんですよ、はい、今西山馬場はやっぱりね、はい、今をときめくもうね、はい、ビッグレースでガンガン活躍してるんで、その2人よりもちょっとパワーで攻めてみたいレースかなというふうに思いました。秀長、これ明日ちゃんと買ってよ。もちろんもちろん、もう今日前売りで買うわ。前売りで買う、前売りそう、前売り皆さんやってますからね、うん、皆さんぜひ前売りも使ってほしいんですが、買っちゃいます。まあね、あのずっとご覧いただいた方は、うん、ね、アシアレディースオールスターの600倍を予想して一戦も買ってなかった男ですからね。いやはい、それはね、あの時もこんな目だったじゃん。あの時も違った、36とかだったけど ね、うん、まあ、似たような感じで来るかな、うん、まあ、その顛末はね、あの新たに、はい、あの再復活したボートボーイの中で結構詳しく書いてありますんで、はい、それも読んでいただければと、はい、まあ、宣伝、はい、うん、まあ、とにかく、うん、はい、今日前売りで買いなさい。はい、はい、ということで買います、必ず、はい、周長の勝負レース、もう一つ2レースでしたということで、はい、こんな感じになりましたというわけでね、うんうん、まあ、とにかく SG 開幕戦なんでね、うん、我々もちょっとね、しっかり勢いに乗って頑張っていきたいところですのでね。そうだよね、初日で取りたいね、はい、やっぱりね。そうですね、はい、うん、なんで明日ね、うん、ぜひ皆さんこれ参考にしていただいて、はい、それこそね、さっきのモーターのところとかもね、皆さん、うん、スクショとかしていただいて、そうだよね、はい、あの、で実際どんな動きをしているかって見極めつつ、皆さんね、うん、SG 第一戦をね、楽しんでいただければと思っております。はい、というわけで、うん、すみませんね、今日はチャットとかいろいろできませんが、ね、はい、今日はここでね、告知がございます。はい、今村豊さんのボートレース殿堂入りの表彰式、レジェンドですね、はい、これが明日、あのボートレースの公式 YouTube でバーチャルオープニングセレモニー、初日ですからね、うん、あって、その SG クラシック選手紹介があるんですが、うん、その中で明日10時からですね、うんうん、ライブ配信を、するということです。これ自体はなんか、なんか東京の六本木のスタジオというか、あのホールで表彰式があるそうなんですけどね、はいはい、の選手紹介内でありますので、皆さんぜひ今村さんの、凛々しい姿をご覧いただければというふうに思います。そうだよね、はい、そして今回もプレゼントございます。じゃんじゃじゃーん、ペラボーこと思ったらこんなでかいのこれでかっ、もう俺が隠れちゃうよ、隠れてる、隠れてる、隠れてる、顔はね、これがね、これが普通のペラボー、はい、これそう、だから今回進撃の巨人ね、うん、とこのコラボしてるわけですよ、うん、その進撃の巨人だから、進撃のペラボーという、そうね、はい、もうあえて作ったらしいもんね、もうそうなんですね、もうそう、でこの、うん、超レアな超ビッグ、いやいやいや、超ジャイアント、これでないわ、巨人ペラボーを、うん、プレゼント、うん、またあと優勝選手のサイン入りで、うん、プレゼントいたしますので、これはレアだね、はい、プレゼントいたしますので、うん、皆さんで、とりあえずね、また誰が優勝するかもちろんわからないんで、うん、応募要項はまたね、うん、おいおいまたお伝えしますので、うん、ぜひ、週刊ボートボーイの方を続けてみていただければと思います。これ進撃の巨人ファンはたまんないね、進撃の巨人ファンがたまんないよ、なんかそうか、なんかそんなことないかはい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 、あ、危ない、マイクだけで、ね、あ、ごめんね、はい、ダメですよ、はい、進撃の巨人ファン、これ大きいだけだよ、たまんないかまあ、とにかく皆さんね、うん、あのレアなものですので、ぜひはね、ご応募いただければと思います、うん、そうだよね、もしかしたらこっちのちっちゃい方の、そう、できればね、ね、はい、これも、あのプレゼントだけど、やっぱりこっちが欲しいんだろうね、こっちが欲しいんだね、はい、というわけで、皆さん、また新しい配信を楽しみにしてください。さあ、というわけで、うん、またね、今日はちょっと残念ながらチャットが、ね、ないのがすごい寂しいですけどね、本当だね、はい、まあ、とりあえずあのビッグレース現場レポートの方でいろいろそのモーターのこととかもね、書いてあるんで、それまだ読んでない方はぜひ読んでいただけると、はい、そうですね、またあの細かくいろいろ書いてあるんで、はい、うん、楽しんでくださいませ、はい、おドリームの予想をおさらいしましょうということで、うん、なるほど、はい、じゃあまず首長は寺田翔選手の、はい、うん、はい、もしかしたらね、明日ね、うん、あの峰の雰囲気があまりにも良くなければもしかしたら、うん、あの変えるかもしれない、何が、あのブログの方で2位じゃなくて、うん、2からもっと攻める方向に行くかもしれないです、ね、はい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 、うん、もうむしろ峰竜太蹴飛ばしてっていうね、うんうん、はい、という可能性もありますね、はい、まあ、これ期待してください、はい、あと僕の方は、うん、逆にまあ峰選手、うん、
信頼でね、まあ信頼まあ、ただし物島選手のまくり逆転は一応まあ視野に入れつつというところの1331から2515から、ね、だちょっと気になるのは周長が6がいいって言ってるんでね、うんうん、ちょっと3着6そうだ、ね、足したい気もちょっとだけしてます。そうだよね、ちょっとだけね、配当的にもまあまあ、うん、まあ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 いくでしょうからね、うん、いいと思うんでね、はい、という感じでございます。はい、さあ、うん、というわけで、うん、次回は3月26日金曜日、はい、また21時から、ちょっとまたの収録ですけれどもね、準、うん、優勝戦を展望していただきますので、はい、さあ今日挙げたのがどれだけ準優乗ってるかね、確かにね、楽しみですね、はい、そうだよね、そうですね、はい、というわけでじゃあ一節間ね、うん、あの皆さんぜひあの今日のね情報の参考にしながら、はい、楽しんでいただきたいと思いますですね、はい、そういうわけで、次は24日、準優の前の日の夜に、はい、皆さんお会いしたいと思います。ましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございます。